さなリキャプチャーの動きから通常のとは少しだけ形が違うリストマウントを作ります。それでは手順です。まずは手首にかけて 1.5 マウントを行います。乗せるストリングも手首側です。このように親指にもストリングがかかります。後で上からのアングルも見てください。続いて親指でこのヨーヨーから伸びているストリングを1本取ります。利き手の4本指にかかっているストリングを外します。ヨーヨーを奥へ外します。手前じゃなくて奥です。中指のストリングをヨーヨーに上からかぶせるようにしてマウントします。これが小さなリキャプチャーの動きですね。これで手が交差する形になります。利き手が下になるはずです。利き手でない方の親指を外しましょう。リキャプチャーができた瞬間に外すのが理想です。利き手を上に移動してヨーヨーも上に引っ張っていきます。反対の手の人差し指はヨーヨーの下をくぐらせましょう。この間ヨーヨーはどこにもマウントしないので注意してください。くぐり終わったらその人差し指を正面に向けてください。そしてこれと同時に利き手を軸にヨーヨーをぐるっと回して中央のストリングに乗せ替えます。これで通常のとはちょっと違う形のリストマウントが完成。正面から見るとあんま違いわかんないですよね。利き手の中指と親指の間のストリングへヨーヨーを奥から跳ね上げてそこに入れちゃいます。するとこんな風にほどけるので同じストリングにそのまま再度マウントして利き手のストリングもほどいてキャッチ。この形にできるのが通常のリストマウントとの違いです。まどろっこしい手順が多いですが、実際にやってみるとかなりこんな感じでスムーズにできるようになってきます。
普通のリストバンドと同じように届くことも可能です。ぜひ自分のコンボに組み込んでみたり、もちろん単体としても使ってみてください。使用要領はクラウン70の方です。このトリックの解説がいいと思った方はぜひチャンネル登録、コメント、そしてグッドボタンよろしくお願いします。概要欄におすすめ要領とかもありますので、ぜひ活用してください。それではまた。